かなた先輩、あ、でもね、会うのはね、リリカちゃんといろは先輩以外は会うのは初めてだったから、直接会うのはね、ちょっとね、さすがの僕もね、緊張するかなって思ったんだけど、そう、でもね、かなた先輩が想像の100倍ひょうきんでそう、あまねかなた先輩、僕あの会う前から好きだったけど、もちろん会ったらもうあのね、今までにないくらい好きになっちゃった、マジで。いや、ほんまに、あの本当に面白くてマジで、あの可愛いだけじゃなく、あ、めちゃめちゃ面白くて、そう、めちゃめちゃ面白かったんだよ。そう、もうなんか、あ、会った瞬間に、あ、宇佐田ペコラですって言われた瞬間に、この人面白いぞって思ってそして僕さ、ちょっと割ともう結構言われてるんだけど、動きがうるさいなの、顔がうるさいなの言われてるんだけど、ついできてたから、かなた先輩、なんか大体の先輩は僕が暴れ狂うと、口を揃えて早く 3D になれっていうのと、なんだこいつみたいな感じでね、笑うくらいなんだけど、かなた先輩一緒に暴れてたからね。あの人自分で言ってないかもしれないけど、僕がわーってやった時、絶対一緒にわーってやってたから、そう、この人面白いぞって思ってそしたら緊張がなくなって、そう、偉大なる先輩のおかげで緊張がなくなって、そう、なんかその流れですごいなんか緊張感なく過ごせた気がする。うん、あ、でもやっぱりあのお美しいあずき先輩の生声をさ、あのペコラ先輩が多分席順をね、図にして配信で見せてたと思うんだけど、まあ僕、なぜか僕がお誕生日席にいたんだけど、お誕生日席こそね、あの伏線回収的にあのペコラ先輩が座るべきだったのに、僕がちょっとお誕生日席にいて、まあ隣みたいなところにあずき先輩がいたんだよ。そう、だからなんかこう間近であの美しいお声と、あの美しいお声でカメムシ期待されてた事実に脳みそがバグったバグったよ、なんでなんって思って、そう、あのお清楚な感じからカメムシの要望が来た時にさすがにびっくりしたよね、僕。そうそしてまあ主役であるペコラ先輩だけど、ペコラ先輩ね、なんか多分ご自身も言ってたけど、僕の顔が見れなかったみたいなこと言ってたけど、マジで目合わせてくれなかったねよいしょ。そう、でもね、なんかあのね、話しかけるときに一応顔をこっちに向けてくれるの。最初こっち向いてたけど、あ、青くんはっていうときこっち向いてくれたから、はいってこう目を見たら、もう眼球だけぐるんってそっち向くのね目だけ合わせてくれなかった。でもあのちゃんとこっちを向いてお話ししてくれて嬉しかった。そう、ただ眼球だけどこ向いてるみたいな感じになってて、そう、顔をね、最終的にこうやってこうだんだん伏せていく感じだった。そう、でも僕も正直憧れのさ、先輩方を生でさ、初めましてが生だとちょっと緊張するよ、さすがに。そう、そう、リリカちゃんに、そう、なんか目合わせてくれないって言ったら、青くんは顔面が発光してるから仕方ないよって言われたんだけど、僕顔面発光してるの眩しかったのかな、シャイン。なるほどね。うん、そう、なんか青くんは顔面が発光してるから直視しちゃダメなんだよってリリカちゃんが言ってた